ヘイウッド・イル・エドワーズはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は駆逐艦ルーベン・ジェームズの艦長として戦死したヘイウッド・イル・エドワーズ少佐にちなむ。ヘイウッド・イル・エドワーズは1943年7月4日にマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍交渉で寄港する。1943年10月6日にルイーズ・エス・エドワーズによって命名。 浸水し、1944年1月26日に、艦長、JW ボールウェア中佐の指揮下収益した。ヘイウッド・エル・エドワーズは2月25日から、バミューダ沖で成長を始め、メイン州の沖合で、砲撃訓練を行った後太平洋艦隊に合流した。4月16日に、ボストンを出港し、パナマ運河を通過。 カリフォルニア州サンディエゴに停泊した後5月8日に、真珠湾に到着した。ヘイウッド・エル・エドワーズは8月2日に、レーテ島を出港し、サイパン・エニウェト区間省で停泊後8月29日に、再び出港する。1945年9月6日に、大港に到着、占領任務に従事する。10月22日に同港を出港し、帰国の途に着く。 真珠湾を経由し、11月10日にシアトルに到着。1946年7月1日に退役、太平洋予備役艦隊、ロングビーチグループ入りした。ヘイウッド・エル・エドワーズは1954年3月8日の日米艦艇対応協定に基づき、1959年3月10日に、両艦リチャード・ピー・リアリーと共に、 日本の海上自衛隊に対応され、以後1960年から15年間海上自衛隊の護衛艦有明として就役した。艦名は有明に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍春サメ型駆逐艦、有明、初春型駆逐艦、有明に続き三代目にあたる。1959年3月10日、米国のロングビーチで日本側に引き渡され、 そのまま栄光され、4月16日に横須賀港に到着した。4月20日に自衛艦機授与式を行い、正式に自衛艦となった。モスボールの開鉄工事は、浦賀選挙で実施され、この工事において5インチ3番砲に加え、20ミリ、機銃及び21インチ魚雷発射艦をすべて撤去し、40人収容の実習委員コードを新設。 燃料タンクの一部を真水タンクに改造した。これは本方が訓練を主任務としたためで、後に遠洋練習公開に有明は3度参加している。なおこの際、有明はソナーをク屋に乾燥した。有明は公試み中にシュキタービン翼の切損事故を起こし、アメリカから部品を取り寄せる必要があったため、最終駅は1960年4月21日と、 遅れた。1959年11月16日、同慶艦の護衛艦、ユーグレット第一護衛隊を新編士、横須賀地方隊に編入された。1961年2月1日、第二護衛隊軍が再編され、第一護衛隊が同軍令下に編成がえ、1962年10月から翌年3月にかけて特別改装工事が施された。 全部マストを三脚章に改め、対空レーダーを SPS-12、対水上レーダーを SPS-12 乾燥、マーク37射撃式装置のレーダーをマーク25に乾燥し、後部に新たにマーク57射撃式装置を装備した。ソナーは、クヤを SQS-4 に乾燥、爆雷投下機上1機と同等射機を全てを撤去し、代わりに、 マークに単魚ライン落ちシを両元に装備した。その他、士官室及び CIC の改造も行われ、環境構造物が拡張された。そのため、艦姿は大きく変化した。1963年12月10日、第1護衛隊が廃止となり、練習艦隊第2練習隊に編入。なお、上記の特別改装工事で対戦前投げ兵器を後日装備としていた。 有明は1964年2月、再改装を行い、5インチに番砲を撤去し、入手が遅れていたマーク -108 対戦ロケット発射機を装備した。1970年3月2日、第二練習隊が廃止となり、有明は実用実験隊に編入された。同年3月から防衛庁技術研究本部で、 開発中の低周波遠距離用の試作バウソナー T-101 の実験管に改造するため、石川島ハリマ重工業で艦首延長工事に入り、従来の艦首を切断して新たに新造をされたバウソナー用の艦首に改め、全長が5.5メートル長くなった。これにより5インチ1番砲が撤去され、艦首部の弾薬庫や居住区にもソナー関連機器が収められ、 従来の行動もディーゼル発電機が設置された。これらの改装により、排水量は230トン増加した。工事は1971年3月に完成し、以後、実用実験に従事した。本館でテストを重ねた T-101 は、後に75式単身ギオックス1 0 1として、装備化され、白根型に搭載されている。 1974年3月9日、海上自衛隊を退役し、アメリカ海軍に返還された。その後1976年にスクラップとして売却、解体された。ヘイウッド・エル・エドワーズは、第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞し、1944年から45年の上陸戦における功績で、主君部隊賞を受賞した。ありがとうございます。